こんにちは、フットブーツです。本日の企画、ドリブルしやすいスパイクベスト3紹介。まあ僕も結構ドリブルするキャラなので、まあ僕が今まで履いてドリブルしやすいスパイク、ドリブラーにはこれおすすめやでっていうスパイクね、3つ紹介していきたいと思います。ショートとかでも上げさせていただいて、多分見た方いると思うんですけど、より深くちょっとよりちょっと詳しく喋っていこうと思いますので、ぜひ見てください。もうすぐフットブーツのロンティーとパーカー出します。第3位の前に、僕こちらいつも試合用スパイクがモレリア、まあネオ3ベータが僕一番好きなんですけど、まあ今ネオ4ベータとか履いてまして、あえて今回モレリアは線外でいきます。まあランキング入ってても、結局モレリアかよってなるので、まあでも確かにドリブルだけをピックアップするとモレリアよりいいスパイクあるので、ちょっと紹介していきます。まあ僕がモレリア履いてる理由としましては、まずタッチ感がめっちゃいいと、このレーザーのオショムカンガルレーザーのところのタッチ感がすごくいいと。でもこのベダメシャッパーの中速部もめっちゃ素足感出てていい、タッチしやすいっていうのプラス、横ずれがやっぱしにくい、この中速部がこの革じゃない素材になっていたりだとか、こうヒールカウンターがついてて横のステップにも結構対応してくれるということで、僕はネオを履いてます。ということで第3位いきます。第3位はこちらのファントム GX ですね。まず GX のいいところ言いますと、僕このソールがめっちゃいいと思うんですよ。で、結構僕ターン動作多いので、ターンの時のこの人工芝の刺さり具合、このアジリティに特化したこのソールがめちゃくちゃターンしやすくて、僕は個人的にめちゃくちゃ好感触でした。 GX はこのアッパーの部分がナイキウルプニットヤンっていう素材を使われて、糸が使われてるんですけど、はじめグリップめっちゃ強いんですよ。最初入った時に、いやこれもうなんかボール引っかかって膝持ってかれんちゃうかぐらい引っかかってたんですけど、まあ何回か履いていくうちに、まあこのグリップも若干取れてきて、逆にいい感じになってます。今は程よくボールに引っかかるので、ボールも運びやすいし、アッパーの立ち感もめちゃくちゃいいですね。っていうところで僕は3位に上げさせていただきました。逆にね、デメリットと言いますか、なんで3位やったかと言いますと、もう一番大きいのはこのかかとのホールド感。ここがヒールカウンターカチってなってて、固定、かかとが固定できてたら僕は2位か1位になってた素材だと思います。まあそれも考慮して3位ということにさせていただきました。そして第2位なんですけど、アディダスです。まあこちらのモデルなんですけど、でーん、第2位、アディダススピードポータルの、これは紐なしモデルなんですけど、10-1のモデルで、裏がカーボンやった時のポータルが履きやすかったです。今のね、逆にクレイジーファーストじゃなくてポータルなんですけど、まあ、まず初めて履いたのがあれ雨の日やったんですよ。雨の日に履いて、こうアッパーのちょっとイボイボがあるんですけど、このアッパーにこういうボツボツがついてるんですよね。これがなんか思いのほかいい感じで、雨でもそんなに滑らなかったっていう、この結構ツルツルの素材なんで滑るかなと思ってたんですけど、まあいい感じにグリップ効いてて、で、あとは、このカーボンが反発やばすぎて、これはスピード系の選手、まあドリブルする選手とかにはめっちゃいいんじゃないかなと思いました。いや、カーボンはね、これ本当に、前50メートル計測でマーキリアル、ミズノアルファ、ポータルって履いたんですけど、ポータルのカーボンが一番いい。硬すぎずやし、反発ほんまにやばいからこれ。明らかに踏み込みが早い。っていうので、ポータルは2位にさせていただきます。まあ、個人的にはこのかかとがちょっとね、こういうヒールカウンター入ってるタイプとかも好きなので、でこちらアルリフラパック 26.5 が AG ソールで在庫がありますね。ちょうどで、こちらが、紐なしモデル、ソンフミンとか紐なしモデルですね。ソンフミン選手とか、こちらが27センチ紐なしの、しかもどっちも人工芝用が在庫あるので、ぜひ購入してみてください。僕のおすすめは、いつもよりワンサイズ 0.5 センチ落として、幅と足の甲の高さが標準もしくはやや狭めの方が履くのがおすすめじゃないかなと思います。そして堂々の第1位が、こちらファントムベノム。これ僕現役の時から、FG ソール天然芝で履いてた、クロアチアでプレイした時に天然芝で履いたんですけど、ベノム、これは試合でナイキ履くこと今までそんなになかったんですけど、めっちゃ良かったです。まあ何がいいのって話なんですけど、正直言うと、このアッパーの感じは結構僕、レザーのスパイクのタッチ感が好きなので、ボール結構弾くので、そんなにやりやすくはないです。個人的にね、これは。慣れとかやと思うんですけど、
で、そして足の形が結構、まあ、足の広さが標準、やや広め。そして足の甲も結構余裕があるので、まあ、足の形的にも履きやすいっていうのと、あとね、この横にワイヤーがこうやって搭載されてて、まあ、こっちにもワイヤーが搭載されてるんですけど、やっぱターンとか踏み込みとかの時に、横ずれが しにくいんですよ。なので、こう、力が出るというか、ターン動作とかも速くなりますし、それがいいっていうのと、あとソールが横についてるっていうのもあって、切り返しとか、まあステップとかがめっちゃ速く思いました、僕は。で、横もずれないのでパワー出るので、ベノムは僕はドリブルめっちゃしやすいスパイクですね。そして、この部分、シュート打ったらインパクトやばい。これはなんでなんやろな、これが効いてんのかな、やっぱり。このラバーが効いているのか、シュートのインパクトめっちゃ出るっていうので、僕はベノム1位にさせていただきます、今回。ベノムはね、もうマジでゲットできないんですよ。僕、押してるんで仕入れたいんですけど、在庫が今ちょっと25センチと26センチしかなくて、この海外限定のファントムベノム緑が25センチの FG で在庫あります。まあ、海外限定からなんでめちゃかっこいいです。ちょっと25センチしかないんですけど、こっちも赤があるんですよ。このめっちゃレアな赤のカラー。これの25センチなんですよ。在庫あって。で、あとはまあ SG ですね。天然芝、日本やったらまあ雨の日とかの天然芝やと持ってたらいいんじゃないですかね。26センチの、しかも人気の黄色のカラーの在庫があるという感じで。ドリブラーにしてもやっぱタッチ感を気にするドリブラーとか、スピード系のドリブラーとか、多分いろいろあると思うんですけど、今回はちょっと総合的に見た、ドリブルしやすかった僕がスパイク、個人的なスパイク。紹介させていただきました。まあ、またコメント欄に、例えばキックしやすかったスパイクとか、まあ、でもいいですし、例えば足が速くなるスパイクとか、ベスト3とかで、まあ、何でもいいので、コメントいただけたら、ちょっと、まあ、そこから拾って、また企画にしたいと思いますので、ぜひぜひコメントしてください。そして、フットブーツのシューズキーパーが発売されました。このフットブーツのロゴが入ったタイプなんですけど、僕は今回このタイプの、シューズキーパーにした理由としましては、ここの付け替えが結構ね、こうキュッとやったらこんな感じで簡単に取れるっていう、これが結構良くてですね。そしてなんか他のとこで売ってるモデルのシューズキーパーだったら、こうここを外すときにこうガチャーンってやるタイプが多くて、なんかあれがちょっと外しにくいし、ちょっと壊れそうで怖いっていうのと、ここの部分がちょっとちっちゃめにのを選んだんですけど、なんかスパイク、まあ、例えばベータとか、このニットの部分がちょっと伸びたりとか、まあ、スパイクのここがちょっとかわいそうな、ぶわーって広がったりするぐらい、こう結構しっかりしたタイプとかもあるので、まあ、それはまあいいの、まあ僕的にはスパイクはちょっとかわいそうに見えると言いますか、こうまあバーってなるのもいかがなものかということで、ちょっとあの小さめのものを選びました。でもこれ全然こうやって押しても、潰れないですし、カバンの中に入れても大丈夫なので、サッカーするときに一番大事な、まあ道具、一番手助けしてくれてるのがスパイクなので、まあそのスパイク、しっかり大事にします。道具はもうしっかり大事にしましょうと、もうずっと言ってるんですけども、まあケアするだとか、まあこれちょっと今、昨日使ったとこなんで、今からケアするんですけど、まあ道具を大事に扱いましょう。ということで、今回、シューズキーパーも販売させていただきました。で、もうフットブーツは、もう選手のためを、これ本当にもうマジで選手のためになる道具いっぱい並べてますので、ここからどんどん増えていく予定ですので、本当にもうこれは現役の時に僕が使って良かったものとか、これあったら選手もっとプレーしやすくなるだとか、例えばシューズキーパーとかもケアセットとかもそうですし、ちゃんと手入れするとか、まあそういう僕が使って良かったアイテムとかも取り扱ってますので、もう本当に皆さん良かったら見てみてください。いつも買ってくれた方、もう購入してくださったことある方は本当にもうありがとうございます。よかったらフットブーツ協に入居してください。ということで、まあ、概要欄にも貼ってますので、よかったら見てみてください。ということで、終わります。ありがとうございました。